こんにちは皆さん、幸福ですか、幸せですか、幸せを科学してみませんかということで、今日またポストにね、幸福の科学さんからこう冊子が入ってました。丁寧にこうやってね、袋に入れてくださってますね。しかもこの袋にも幸福の科学と、一体いくらお金をかけてるのか羨ましい限りでございます。そしてこういうふうに冊子がね、4冊入ってましたね。まあ、また1冊ずつ紹介していきましょうか。まずは幸福の科学。これは映画の宣伝なのかな。呪い返し師ということで、やり返す、10倍返しみたいな感じでございますけども、とても素敵な女優さんが主演をされてるのかな。ただ、女優さんといっても、これは、なんだ、幸福の科学の中の女優さんですかね。まあ、人材がかなり豊富と聞いてますので、映画を作るタレントさんとかね、俳優さんとかっていうの結構いらっしゃるんでしょう。脚本とかね、演出もかなり凝ってるみたいで、コストはかけれることはかけれますからね、やっぱりこうすごいことだと思います。ただ映画っていうのがどこでやってるのかよくわからないことと、多分幸福の科学の会員さんがこぞって見に行ってるんでしょうね。だからまあ内輪で楽しくやってるサークルみたいなもんだと思います。当然ですけども、テレビ CM になったり新聞雑誌インターネット広告に出ることはあんまりないんじゃないかなと思います。はい、でもまあいい作品だと思いますよ。見てないですけどもね。はい、そして次、YB という冊子です。YB って何でしょうか？ヤングジャンプかな？ヤングジャンプだったら YJ ですよね。まあとにかくこういう冊子が出ていて、なんだろう。ちょっと見せてもらいますね。人は死んだらどうなるのか。エル・カンターレというね、独特な言葉が並んでおります。恋愛泥沼体験談とかね、書いてますね。まあ恋愛に対してどういうふうに考えていけばいいのかってことが、まあいろいろと書いてある。まあ若い女性とかが会員さんでお好きな方がいらっしゃるんじゃないかなというところですね。そして子供用の雑誌に見えるこういったものもあります。ちなみに裏はそれぞれ例の映画の宣伝が入ってますね。こちら、笑顔で行こうということで、子供向けの雑誌なんじゃないかなと。これは少年ジャンプじゃなくてコミックボンボンみたいな類ですね。笑顔で暗さを吹き飛ばそうということでね。笑顔になれない事情があるんだから無理だよっていうふうに言われちゃいそうですけども、病原菌やウイルスはニコニコしてる人が嫌いと。まあ自然免疫力を笑いは高めるのかなっていうところでございます。で、小学校の教科書みたいに大きな字で読みやすくなってますんで、ぜひこういったものを使ってね、情操教育に当ててみてはいかがでしょうか。そして笑顔を人から人へ送ってみたらどうかなっていうところで、君からお母さんに笑顔を送ってくださいねってことで、お子さんに向けて発信されてます。それでお母さんはお父さんに行ってらっしゃいって笑顔で、それでお父さんは会社で笑顔で周りの人を幸せにする。そうして笑顔がいろんなところに広がっていくんですよと。で、仏頂面だとね、なんかその顔を向けられた人が、あの人何気にしてんだろうって言って、やっぱり表情曇るんですよね。表情曇るから、その人を見た人も、あれなんであの人機嫌悪いんだろうみたいになっちゃって、やっぱこう、笑顔の反対側のちょっと暗い顔っていうのは、やっぱりこれも映っちゃうんですよ。だからやっぱりね、楽しい気持ちで明るい笑顔がいいんじゃないかなということでございます。はい、なんかプリキュアみたいなイラストですね。いいんじゃないですかこれ独特のファンが出そうです。で、小学校の読者の皆さんがこうやって感想を寄せてらっしゃるというところでしょうか。普段の活動でしょうか。はい、またこの呪い返し師の CM が入ってますんで、どんどんこれいいですよ。これここには4つのね、良くないことが書いてあるんですよ。どういうことかっていうと、トン、チン、ジってやつですね。そしてマンっていうので4つです。トンっていうのは貧しいことです。貧しいのはお金的に貧しいのもあるし、心が貧しいっていうこともありますね。それからジンっていうのはカッとしてすぐ怒るってことです。こういうのは知恵がない人はすぐ怒りやすいらしいですね。で、チっていうのは何か真理を知らない愚かな人っていうことです。あの世なんて存在しませんって言い切る人とかね、もしくは逆にウイルスは危険ですとかね、よく分かってないのに、まあ、喧伝する方とかね。それからマンっていうのは自分が高いレベルに行ったというふうにやっぱ思っちゃうことなんですよ。だいたい自分を高く見積もるとね、そういうふうになっちゃうんで、自分の実体価値を正確に測ることは難しいんですけども、このぐらい低く落とした方がいいかなっていうふうに考えた方が、結構ね、この傲慢から下げることができるという、謙虚でいられるってことでしょうね。謙虚でいると何がいいかっていうと、さらに自分が高みに立とうというふうな意欲になったりとか、周りの人に嫌われにくくなるってことなんですよ。はい、その他サクセスナンバーワンとか書いてますけどね、子供たちにはちょっと難しいかなっていうところも書いてますけど、最後はこういうふうに漫画でね、ドーンとか言って破壊と攻撃の神様がいらっしゃるみたいです。まあどんな漫画なのかは読んでください。で、宇宙のこともちょっと書いてますんでね、宇宙人が出てくるかもしれません。そして4冊目、やっぱり広告が裏に書いてます。多分これが一般の会員さん向け、もしくは会員じゃない人向けのね、
ブロシアなのかなと思います。呪いに対処するということで、呪いっていうのは実際あるんでしょうかね。はい、呪いの科学っていうのは確かにあるんですけども、呪いの効果が対象者にもしくは対象物に効果を表すことっていうのはあんまりないんですよ。例えばね、こう人の命を失うことをこうやって望むとするじゃないですか。100年経ったらそれは効くと思いますよ。でもこの瞬間に効くかどうかわからないですよね。だからね、こういうふうに書いてます。呪いなんて言葉はほとんど死語かと思っていた。私に霊道が開けた後も、時には不浄物霊、悪霊というものや悪魔がやってきた。彼らを追い払ったり成仏させるためにお経や祈願文、そして仏法真理の本をたくさん書いた。そして20年ぐらい経った頃、治療のみならず生き老もやってくることが明確に分かったと。死んでから不浄物霊になるのみならず、生きてる人間も常時不平不満悪口を言ってる人からはうんぬんかんぬんと語られております。詳しくはこちらの本をね、読んでいただければ詳細に分かると思いますけども、読むのがめんどくさい方はめんどくさい人生になるということでございます。とにかくの大原隆法さんがいろんなページに出てきてね、ありがたいことを言ってらっしゃるんですけども、まあ宗教っていうのはね、いわゆる原価のかからないビジネスですからね、ビジネスという側面もあるかなっていうところでございます。当然お金が動けばそれはビジネスが、どう言い繕ってもお金が動いて価値が移転すればそれはビジネスです。それが悪いことではありません。で、宗教っていうのはやっぱりね、収益がなければ托鉢にも行きませんし、それからなんですかね、お仏壇を買うこともできませんしね、活動にはとにかくお金もかかりますんで、そして、敬虔な信者を養うっていうこともありますんでね、組織運営である以上はどうしてもこの世の中の一部、世の中にいる以上はお金に支配される、その形は拭えないということでございます。で、お金が必要ないというんだったらね、まずね、宗教施設を作っている方から解体していただければすごく説得力があるんですけども、貧乏人にはね、神様の平等を歌っておきながら自分では豪勢な暮らしをしている、これは一体どういうことなんでしょうかと、どこに平等があるんでしょうかと思わざるを得ないことでございます。それでは。